はい、ミッキーです、えー。今、緊急で動画を回しています。なぜ緊急かというと、えー、これからカンジャム、えー、と最年少の、えー、と年間のベスト10の発表、曲、プロデューサーが選ぶ年間ベスト10発表のもう8分前ぐらいだからです。あので 今年どれが、えっ、ー、と、出てくるかっていうふうに、えっ、ー、と、私の予想、えっ、ー、と、もう言っとくんですけれども、まあ、確実、これ確実はもう XG。XG。こちら合ってる ?XG。XG はもう間違いなく来ると思います。XG はもう間違いなさすぎる。もう一つは、 ビアリーストック数がもう1回2022年の蔦谷浩一さんのベスト2に選ばれてたんですけどビアリーストックがもう1回来るかなっていうふうに思いますであとはこれはあんまり予想する人いないかもしれないですけどペンタハウスが来ると思いますペンタハウスは間違いなく来るんじゃないかなっていうふうに僕は思っていますえっ、ー、とじわじわと来てる部分があったと思うんですけどもようやくちょっとこの1年でえっ、ー、と えといろんな人の目に留まって、えー、と彼らの目にもなんか引っかかることになったのかなっていうふうには思うので、はい、これから放送楽しみです。では